はい、こんにちは。今回のテーマはスレッドの同期制御です。前々回から続いてきたスレッドの配達制御や同期制御、ついに最後のステップです。今回は同期制御とは何かから、同期制御のプログラムの書き方、さらに完成版の銀行口座のプログラムまで一通り解説していきます。このあたりちょっと難しい内容も多いので、正直よくわからないままプログラムを書いちゃってるって人もいるんですけど、僕の動画を見てくれてるあなたにはぜひこのレベルまで理解しておいてもらって、自信を持ってスレッドを使いこなしていってほしいと思っています。なので今回の動画も最後まで見て、ぜひ理解を深めておいてください。それでは早速解説に入りましょう。それじゃあまずこちらの図を使って同期制御とは何かというのを解説していきます。この図はバンククラスのオブジェクトを使って銀行口座を表現しようというものですね。このバンクオブジェクトはバランスという口座残高を表すメンバー変数を持っていて、これを操作するための useATM メソッドが定義されています。このようなバンクオブジェクトに対してスレッド1からは useATM メソッドに1000を渡す、つまりこんな処理を実行して1000円の預け入れを行うイメージですね。この処理と同時にスレッド2からは useATM メソッドにマイナス1000を渡す、こちらはマイナス1000なので1000円の引き出しを行うイメージですね。こんな2つのスレッドの処理をメモリ上の同じオブジェクト、このバンクオブジェクトに対して実行したらどうなるんだろうというのを考えてきました。前回の動画ではこの useATM メソッドに配達制御を行うことで、この口座残高の計算を矛盾することなく処理ができるようになりました。ただそれとは別の問題点として、もしこの2つのスレッドにおいてこちら側の処理、もし useATM のマイナス1000が続けて実行されてしまうと、この口座残高の値がマイナスになっちゃうというような問題が残っていました。ということでスレッド1とスレッド2の処理がバラバラに実行されちゃうと残高の値がマイナスになってしまう可能性がある。なのでこれを防ぐためにはスレッド2を実行するタイミングで、もし残高不足になっちゃいそうな場合は一度スレッド1が実行されるのを待ってからスレッド2を実行する必要があるというわけですね。こんな風に複数のスレッド同士で実行するタイミングを合わせるような制御のことを今回のテーマ、同期制御という風に言います。じゃあ続いてこの同期制御を行うにはどういう風にプログラムを書けばいいんだろうというのを解説します。同期制御のプログラムはここで紹介しているこの3つのメソッドを組み合わせることで実現することができます。この3つのメソッドは全てオブジェクトクラスで定義されているメソッドですね。前にこちらの動画で解説したように、オブジェクトクラスは Java の全てのクラスのスーパークラスでしたね。なのでどのオブジェクトでもこの3つのメソッドを呼び出して利用することができます。じゃあ一つずつ見ていきましょう。まず wait メソッドを呼び出すと、自分自身のスレッドを待ち状態にすることができます。もし待ち状態の間にこのスレッドに割り込みがかかると、こちらの例外インタラプティッドエクセプションが発生します。そしてこの wait メソッドを呼び出したスレッドはいつまで待ち状態になるかというと、ここですね、他のスレッドから解除されるまで待ち状態になります。じゃあどうすれば待ちを解除できるかというと、下のメソッドです。 notify メソッドや notify all メソッドを使うと待ち状態のスレッドを解除することができます。この2つのメソッドの違いは、 notify メソッドを呼び出すと待ち状態の1つのスレッドを解除して、 notify all の方は全てのスレッドに対して解除の通知を行います。ちなみに notify メソッドを呼び出した時は待ち行列の先頭のスレッドを解除するイメージですね。このメソッドを呼び出した時に待ち状態のスレッドが1つもない時には特に何も起こりません。じゃあ今度はこのメソッドをどうやって使えばいいんだろうということで、上の図に戻ってプログラムの書き方を解説していきます。今回のプログラムでは残高が取得している時に useATM-1000、 この処理が実行されると困るということで、このメソッドの最初のところにもし残高不足の場合は wait メソッドを実行して待ち状態にするということを行います。これを実行するとスレッドには待ち状態になります。じゃあいつこの待ちを解除したいかというと、こちらのスレッド預け入れの処理が実行された時ですよね。なのでここのところ預け入れ処理の最後に notify メソッドを記述します。そうするとこのスレッド1側で notify メソッドが実行された時、このようにスレッド1からスレッド2に対して待ちを解除する通知が届くと、そうするとスレッド2ではこの先の処理を実行できるようになるわけです。こんな風に wait メソッドと notify メソッド、または notify all メソッドを使ってスレッド同士で実行するタイミングを合わせることができます。
このプログラムをもう少し具体的にしたのが右側の図ですね。これまで出てきた Use ATM メソッドの中で今回変わったのは、まずここの部分、while 文で残高の値と引数の値を足し算してそれが0より小さくなっちゃう場合、つまり残高不足の時には wait メソッドを呼び出すということと、もう一つ処理の最後に notify メソッドの呼び出しを追加しています。これによって残高不足の時には自分自身を待ち状態にしたり、残高の計算を行った後にもし待ち状態のスレッドがいたらその解除を行うというプログラムになりますね。というわけで、このような同期制御の動きやプログラムの書き方、このあたりをぜひ押さえておいてもらって、続いて最後、銀行口座のサンプルプログラムを見ていきましょう。はい、こちらが今回のサンプルプログラムです。これまで何度か出てきた銀行口座のプログラムの完成版ですね。じゃあ早速プログラムの中身を見ていきましょう。こちらがメインメソッドを含んだ実行用のクラス、バンクサンプル3クラスです。この中でやっていることは、まず3行目 goodbank クラスのバンクというオブジェクトを作っています。このオブジェクトが銀行口座の情報を持っているオブジェクトですね。そしたらこのバンクというオブジェクトを、まずは5行目 deposit3 クラスのコンストラクターに渡して預け入れの処理を行うスレッド1ですね、このオブジェクトを生成しています。そしたら続いて6行目でスレッド1の処理をスタートしていて、合わせて8行目 withdraw3 クラスのコンストラクターに同じようにバンクのオブジェクトを渡してスレッド2のオブジェクトを生成しています。そして9行目同じようにスレッド2のスタートですね。こんな風にスレッド1とスレッド2でメモリ上の同じオブジェクト、バンクを参照しながら並列処理を進めていくというプログラムになっています。じゃあ続いて3行目で出てきた銀行口座のクラス、グッドバンククラスを見ていきましょう。こちらがグッドバンククラスで、今回プログラムを修正しているのは主にこのクラスだけです。どこを修正したかというと、ホワイトボードでも解説したこちら6行目からバーっといって25行目までの use ATM メソッドです。この中で変更が加わっているのは大きく2箇所あります。1つ目が7行目から12行目まで、このホワイル文の記述ですね。残高の値を更新する前に、まずバランスプラスマネーの値が0未満かどうかをチェックしています。つまり残高が十分に残っているかどうかのチェックですね。ここでもしこの結果が0未満、つまり残高が不足している場合は、ホワイル文に入って9行目 wait メソッドを実行します。そしてこの wait メソッドはインターラプティッドエクセプションを発生する可能性があるメソッドなので、その前後にトライキャッチブロックを記述しているというプログラムになってますね。そしたらその後、前回までと同じように引数の値を見て、処理が預け入れなのかそれとも引き出しなのかを調べて、その情報とともに残高の更新前後の値を画面に出力するというプログラムになっていました。そしてこの useATM の中で今回追加をしたもう一箇所の記述がここですね。一番最後のところに notify メソッドを記述して、もし他に待ち状態のスレッドがいれば待ちを解除するということを行っています。今回の場合、もし預け入れの処理だった時は、待っている引き出しのスレッドに対して待ちを解除してあげるという動きになったり、自分が引き出しの処理だった場合はここでは特に何も起こらないという動きになりますね。じゃあ続いてこの goodbank クラスのオブジェクトを利用する預け入れのスレッドクラスですね、 deposit3 クラス、念のため見ておくと、こちらの run メソッドでこのスレッドで行う処理が記述してあって、こちら8行目から15行目ですね、for文で預け入れの処理を3回繰り返すプログラムになっています。実際に預け入れを行っているのがこちら9行目 useATM メソッドの呼び出しですね。そして処理を繰り返す間にこちら11行目 sleep メソッドを呼び出して、 mass.random×1000 ということで1000ミリ秒未満、ランダムで待ち時間を発生しながら処理を繰り返すという動きになっています。合わせて引き出し側のスレッドがこちら withdraw3 クラスで、こちらの run メソッドもほとんど同じような記述になっています。預け入れと違うのは9行目 useATM メソッドに渡す値がマイナス1000になっていたり、合わせて11行目、こちらは3回のメソッドを実行する間隔が mass.random×100 ということで100ミリ秒未満、つまり引き出し処理の方がよりスピーディーに行うというプログラムになっています。じゃあこのあたりを踏まえて実際にプログラムの動きを見ていきましょう。はい、まずは Java のバンクサンプル2ということで、こちらは前回のサンプルプログラム、つまり同期制御を行っていない場合のプログラムですね。こちらまず動きを振り返っておきましょう。実行するとこのように預け入れと引き出しの処理、それぞれ正しく実行することはできるんですが、引き出し処理をよりスピーディーに行おうとするので、この画面のように残高がマイナスになっちゃうタイミングがあるんですね。これを防ごうというのが今回の同期処理です。じゃあまず今回のプログラムコンパイルしてみましょう。はい、コンパイル通ったので続いて実行してみます。
はい、実行するとこのように残高が常に0以上になっているということで、預け入れの処理を待ってから引き出し処理を行うことができているということがわかります。このように複数のスレッドでメモリ上の同じオブジェクトを共有するときには配多制御や同期制御を組み合わせることで、より思い通りにプログラムを書けるようになるということをぜひ理解しておいてください。というわけで今回はスレッドの同期制御について解説しました。同期制御とは何かということとプログラムの書き方ですね。ぜひホワイトボードの図やサンプルプログラムの動きと合わせて理解をしておいてもらえたらと思います。というわけでここまでスレッドのプログラムの書き方について基本から複雑な制御のやり方まで一通り解説をしてきましたが、次回はここまでの総まとめとして演習問題を用意しているので、ぜひチャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。